おはようございます。おはようございます。なんて聞いて、いや、今日なんかご褒美企画あって言って、やっぱり1週間引っこもったりとか、はい、ジャンクフード食べたりとか、僕らもかわいそうだなと思いまして、はい、今日はちょっとお越しいただいたんですが、はい、運動できそうな服装ってことを言って、はい、お願いしておいたんですが、いや、やっぱちょっとやっぱモテたいっていう欲がやっぱり買ってしまって、やっぱこうちょっとジャケットとかね、やっぱ羽織っちゃうっていう、どういうことですか、その薄毛を改善するためにその運動しやすい服装で来るっていう意味がちょっとあんまりよく分かってなくて、ご褒美感が全くないんですけど、まあでもいいところへ行くんで、いいところへ、はい、集合場所も知らされてないから、はい、じゃあ目隠し、目隠し、目隠し、しかも普通のアイマスクじゃなくて結構ぐっすり寝れるやつ、え、これつけて何ですか、移動しろ、車で移動しろっていうことです、怖いって、つけてます、じゃあこうですかね、あ、バッチリです、あ、気持ちいいっすね、見えないですか、いや、見えないです、全く見えないです、見えないです、見えないです、ゆっくり寝ていただいて時間かかるんで、あ、なるほど、時間かかるってのは怖いのよな、え、それ山奥で埋められたりしません僕大丈夫ですか、じゃあ行きましょう、はい、行きます、レッツプリプリ、はい、最近どうですか、最近ですか、いや、なんかざっくりした質問ですよ、なんか最近はですからあれですよ、もうお金がなくてね、だからもう毎日スロット生活ですよもうやっぱりね、その本来であればお金がなければバイトしろ派遣しろっていうね世界ですけども、もうスロットが一番勝てるんですよ、なんで僕はもう、はい、もうずっと昨日も、まあ、スロットに行って、まあ何万とこう増やして、ちょっと気分よく今日朝迎えてるところです。やっぱお金がある時にねパチンコやっても逆に意味ないんですよね、お金がない時に打つからひりつく、まあ今ねだから借金もまだ残ってるんで結構返済もありますんで、やっぱりこう一日一日もう生きるために必死です今。そんな YouTuber ってね言われたらそんなきらびやかな世界に思えるかもしれないですけど、決してそんなことはないですよ。それなぜあの YouTuber になろうと思ったんですか、はい、僕前職がね一応まあ証券マンだったんですよ、あの株とかあの投資信託とか売買する、はいはい、7年勤めてで結構給料も良かって、うん、周りの仲間にも恵まれてたんですけど、だからやっぱりこうね動画でも最近いじられてますけど、やっぱいじられキャラっていうことで詰められやすいんですよね、やっぱり成果どんだけ残してもやっぱりその詰められやすいで、結構ねいろんな暴言を吐かれまして、やっぱりその何かこうね失念したことがあると、トロいんだよクソ豚がと、もう顔面これぐらいの距離で言われて、もうおっさんの唾とかバーン顔面に吐きかけられながらね言われたりとか、もうそもそも入社1年目に殺すぞと言われたり、もうねいろんなこう暴言をね、だからやっぱそのメンタル的にちょっとねやっぱりこうもう続けれないんじゃないかと、で30歳になる節目の年でもうちょっとせっかくなら、まあ、楽しいことしたいなということで、たまたまあのクニーさんにちょっとねあのお誘い何度も受けてたんで、やってみようかということで入った次第です。プリティさんの名前の由来は何なんですか。プリティの由来は、僕が小学校の、4年の時ですかね、で僕実は下の名前がね同じクラスメートと被ってたんですよ、はい、そのもう一人の方がまあその下の名前でずっと呼ばれて、僕はちょっと名字呼びだったんですね、うん、でちょっと味気ないっていうことでなんかあだ名をつけようやっていうことになってた時に、ちょっとその小学校4年の時に集団登下校ってあったんですね、その同じ地域の人で集団で登校下校しましょうっていう時に、その下校の時にその僕の後ろ姿を見た友達一人が、あいつのお尻プリッとしてるなと、プリティでええかっていう、そういう安直なそれだけですってなってから、そのプリティが浸透しだしてエスカレートして、中学高校と大体同じ地域の人がやっぱり集まるんで、高校ぐらいまではプリティと言われて、で大学に行ってからねやっぱりこう周りの友達あんまりいなくなったんで、地元のでプリティってこうね一旦忘れられる状況だったんですけど、もう僕はちょっと恋しくなって、自分からプリティって呼んでくださいっていう風に言った結果、大学でもプリティと言われて、で社会人に行っ
て、ここでもさすがにプリティは恥ずかしいなと思ったんですけど、たまたま大学の時の友達が一人、同じ職場の同じフロアで仕事をすることになって、女の子なんですけど、でプリティとかプリちゃんとかっていうのが会社内で広まって、でそのこわもての上司が何やプリちゃんって言って、どういうことやってなって、いやなんかプリティって言われてたから学生時代に、そうかお前プリちゃんって言うんかとかって言っても、職場でもプリちゃんって言われて、気づけば20年間プリティでやらせていただいてます。僕がそのね全力満勤にお呼ばれした理由っていうのがありまして、で、まあ、一つはねやっぱりその、まあ、リーダーやってる、まあ、そのクニーさんとか、まあ、カツモンとかと、まあ、地元が近くで大学の頃から、まあ、高校大学からねこう知り合いっていうのが、まあ、一つあるんですけど、でもう一つそのクニーさんに言われたのが、うん、やっぱりそのプリティはそのコンテンツ王やと言われたかな。結構その数で結構僕変な生活をしちゃうんですね。だからその数がもうそのままコンテンツになるから、お前はもう絶対に YouTuber になるべきやっていうのをもう数年前から言われてて、だからなんか僕入ってからその1日密着とかのね動画を撮られたりとか、ああいう今までにないなんかこうちょっと素を出した動画が結構出るようになって、コメント欄ではね結構ね、もうちょっとこうお色気の方が見たいっていうコメントが結構来てるんで、そんな動画見たくないんやとか、そんな動画サブちゃんやとか結構いろいろ叩かれながら今頑張ってます。プリティさん的に今後やりたい企画とか、はい、こういう企画いいんじゃないかっていう企画ってありますか？でもガチな話をすると、一回そのミノキシ汁ですか、あれをちょっと、ね、使ってみたいですね。せっかく AJ さんとの、まあ、縁があるんで、はいはい、その僕はあんまりちゃんとしたその薬っていうのを今まで投与したことがないので、本当に効くのかっていうのはちょっと本当に一回やってみたいんですね、それは。で、あとまあもうそのバラエティ的なことはもう散々ね全力満勤の方であやかやこうねやらされるんで、ちょっとたまには本当に薄毛に効くことを一回はやってみたいなと思ってます。今どの辺にいるのか。今、いや全然わからんな。いや最初出発して左に曲がったっていう情報しかないんで、もう動きやすい服装でっていうのがほんまに引っかかってるというか、なんかその過酷なことやらせるんじゃないかっていうご褒美と言いつつ、一週間引きこもってたんでやっぱり動きたいかなって。ちょっとそれはね余計なおせっかいですよ。あの自分の好きなタイミングで自分の好きなように動かしてください。それはでもあの1週間分ぐらい の、はい、あの運動量が取り返せるどういうことですかね。僕はあんまり全力満勤でもご褒美もらってないですからね。ちょっとそろそろご褒美欲しいですよ。あと全力満勤で僕2つその NG を入る前に出してるんですけど、一つはうんち関係で、やっぱその下系のお店だとあるじゃないですか、そういう黄金っていう書かれ方をするんですけど、それはほんまに無理ですっていうのを1個言ったのと、もう一つは高所恐怖症なんで、バンジージャンプ、スカイダイビングは絶対やめてくれ。ええどういう反応それ。え、だから本当にもうその高所系やったらほんま無理かもしれないです。これ全力満勤のメインチャンネル同じように目隠しって連れて行かれたら、山奥でバンジーっていう動画があったんですから、ほんまに僕は入る前にそれを思い返してしまってめっちゃ怖いんですよ、ね、同じ状況なんで。まあ今共同生活してる、はい、どういう感じなのかな。今だから6人でシェアハウスしてるんですけど、で全力満勤のクニーさんはもう今結婚してるんで、はいはい、クニーさんを除いたメンバー、僕、キヌガワさん、カツモン、タニロンっていうんですけど、はいはいはい、その4人プラス仮面ルシファーっていうチャンネルのやつと、そのパイナポー裏チャンネルっていう、まあ、同じ同業の YouTuber がいて、はいはい、そいつらも一緒にこうね共同生活で合計6人で住んでるっていう形で、6人なのに部屋が4つしかないんですよね。はいはいはい。でその中で優先順位を考えた時に、まあ、全力満勤の編集メインチャンネルの編集をやってくれる人が、まあ、絹川さんと勝つもんなんで、まあ、ここにはちょっといい環境で編集もしてもらいたいから1人部屋を与えようって、でこの2人で2つ部屋が消えて、あと2つあるんですけど、1個はでもなんかリビングとして
で誰かがこうね来客があった時とかあの撮影をする時にリビングは開けておきたいっていうことで、そう開けるとなるともう1個しか部屋が残らないんですね。でそこの部屋にどうするかっていうことで、もう3人残り3人に対して部屋1個しかないですから、で僕はもうその2人部屋とか嫌やと、その自家発電がね僕好きなんで、自家発電はちゃんとした環境でしたいっていうことを言ってたらキッチンになりました。一人部屋って言ったものの、まあ台所になるとは思わなかったですけど、あさ谷野さ谷野いました谷野いました谷野も一人部屋でいたんで、で余ったそのパイナポーとルシファーっていう別チャンネルの2人が今2人部屋で一つの部屋を共同で使ってっていう感じなんですけど、はい、ほんまにキッチンですからね。キャラ作りのためにキッチンに住んでるとかじゃなくて、今日も今朝キッチンで目覚めましたから、ちゃんとで大体そのデブが多いんで、デブって足音がうるさいんですよ、ドス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 の。でも夜中とか喉乾いてこうなんか飲み物取ってくるときに、もうキッチンのところに冷蔵庫ももちろんありますから、で冷蔵庫に飲み物取りに行く足音ドスドス でトイレに行く足音ドスドスとか、毎日3回ぐらい目覚めるんですよね。いたたまれない生活送ってるんで、今日のご褒美期待しますよ。だから本当にさん到着しました。あ、到着、はい、いやー怖いっすね。なんか今ちょっと若干ガタガタ道を走ってるようなちょっと砂利の道の雰囲気を感じたんですけど、でなんかちょっと鳴き声が聞こえるかな、虫の。なんか森っぽい感じ。え、大丈夫ですか。おお、あ、行けます。あ、ですよ。なんかではフリーディさん、はい、ちょっと目隠しを取っていただいていいですか。はい。なんやろ、取ります。うわ、めっちゃ田舎や。え、なにこれ、なんか、なにあれ、神社、寺、なにあれ。あ、ちょっと、あ、見えたいなぁ、ちょっと近々する、ちょっと眩しい。あぁ、どこ来てんのこれ。ナンバープレートがもう八王子とか、所沢とか。ちょっともうすぐ、進んだところで、どこに来たかわかると思う。ああ、はい、ちょっと行ってみましょうか。めっちゃ僻地じゃないですか。そう、高尾山山登るんすか。なんでリフトに来たんすか。体重重すぎて落ちるとかないやん。上ずっとギコギコ言ってるけど大丈夫。これ結構年季入ってるんちゃう。上のロープやっぱり登山無理。これ全力満期の客よりきついかもしれん。の公式 LINE では無料カウンセリングの予約が簡単にできちゃいます。友達登録するだけで治療費 15% 付になるクーポンや最新キャンペーンの配信も行っています。薄毛が気になる方はぜひ概要欄から登録してみてください。